長野県稲北高等学校は、長野県稲市山寺に位置する公立高等学校である。略称はなく稲北と呼ばれている。文化祭は、ペン祭と称し、その名称は交渉に由来する。開始当初は9月に行われていたが、進学への影響から1962年の第6回ペン祭から7月開催へ変更された。その後開催時期が早まり、 現在は6月後半に開催。自由な校風をモットーに、生徒の自覚を尊重する中で、生徒会が中心となり1970年7月1日に、制服の自由化を実行した。一般に修学旅行と呼ばれる行事は、同校では、研修旅行と呼ぶ。1967年に廃止された修学旅行に代わり、教育成果の期待できる研修旅行を生徒が、同年に、 自主的に開催したことが始まりである。目的地については、行き先を生徒が4から5コースの中から選択することができ、各方面へ分散して旅行していた時期もあったものの、近年では学年でまとまって長崎や沖縄へ行くことになっている。2006年度まで2年時は一部の教科を、3年時ではほとんどの教科を選択科目としていたが、 必修科目が未利修であることが発覚し、この年の3年生は卒業式を20日延期して補修を行った。ありがとうございます。